どうも、国尾です。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、今まで回答しきれなかった6つの動画かなに、コメントくれた皆さん、えっ、ー、と、いつもありがとうございます。に、返答していく動画ということで、えっ、ー、と、いきたいので、ちょっと気楽な感じで見てくれたらなんて思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、早速いきましょう。えっ、ー、とね、この、 ももちのところかな、ベリーズ工房のこれあのデビュー日にあげた3月3日のコメントを来てくれたナリさんねそこからいきましょう。えー、と国尾さんご無沙汰してます福岡のナリボーイです、ね、昔会ってたってことですね。 えっと素晴らしいモモコの語りありがとうございます。28歳になっても自分を貫いてやっていけるのかなと想像しな、あいや自分を貫いてやっているのかなと想像しながらニヤニヤして見ていました。ありがとうございます。えっ、ー、とねこのモモコ動画動きがすごくてなていうの？最初全然再生されなかったんですよ。でなんかじわじわ最近再生されて、それが止まらずなんか僕の 再生される動画の中ではもしかしたらこれ一番いっちゃいそうな感じあの太田遥か案件を除けばね <laughs> アーカイブ的ですよねで何な,なりさんありがとうございますこれね門ももこのう話見てない人いたら見てやってください割とね18年弱尺って言味だ弱ね尺18年尺で見た のを20分ぐらいにまとめんの至難の技なんですけど、あの俺にしちゃあできてます <laughs>。すいませんちょっと偉そうに。じゃあそんな感じでなりさんありがとうございます。じゃあ他の動画の回答もいきましょう。えー、ところ今度はこぶしファクトリーのねライブ見てみたいなこと言ってる動画に回答くれたお二人にあの返信します。えっ、ー、と野良猫のアジフライさん。 三月三十日のラストライブ。えっ、ー、とこれ情勢との兼ね合いもありますが、楽しみにしてます。地方組なのでライブビューイングを予定しています。これまだ、この時点で答え出てないですよね。で、四月のモーニングのディナーショーとかも、あの。中止になっている中、三三ゼロ。これ僕ね、あの、このビューイング、でやると思います。 無観客解散コンサートになると思いますけど、やると思います。理由2つあの契約が多分延長できない。そして、えー、それ辞めちゃうメンバーのね。そしてもう1つはあと会場あの近々で抑えられないです。ほぼほぼ多分。もう数日で発表されるでしょ。でも僕もうちでライブビューイング何人かであのひなフェスのはうちで見ようなんて言ってるんで、もしご一緒できそうだったら。 来ちゃっても大丈夫ですそんな感じありがとうございますであとはラム467春雪さんねえ前も書いてくれたかなイベント中止が相次てで残念ですが国雄さんの愛情あふれる話に感謝こちらこそ感謝まあ愛情ねはもう今更さらですけどまああるっちゃだいぶあると思いますよ でもなんかそれをうんなんか総合支援の関係のような愛情な気がしますね、うん、ですからここに書いてくれてる方々とも多分共有できてるっていうことで一緒っすあるっすじゃあ続きましょうえっ、ー、とねこれこっち先行こうかなあのサイコパスな新垣りさ 月見草系女優というのを僕あげたんですけどこれもうちょっとね「胸骨」っていう作品の,あのレビューを上げたかったんだけど要はネタバレを途中で気にしだして胸骨の説明はしてないんでこれは3月15日終わってからもう一回胸骨あげますね、まあ、そういった意味でしょ新垣李沙紹介になってる動画のコメントですけど「リビデイさんですねいい視点と納得感のある評価ですね」「今回は見てないですが伝わってきます」 以前に他の舞台を見ましたが、まさにそんな立ち位置でしたので、よくわかります。ありがとうございます。これ、新垣梨沙ちゃんの他の演劇、まあ一つ梨沙の、なんだっけ、梨沙子のあの泥初恋初恋俳優沼の話もしてるんですけど、そういうような演出ね、なんか松藤呉羽さん かに松澤倉弥さんもう、ね、ダメだねこういう名詞をすいません改善します演出の演出家の方の作品のこととかも喋っていてまあモーニング娘。の時の梨紗ちゃんのなんてのも入れてますんでちょっと興味もありましたらこの動画も見ていただき胸骨舞台女優新垣梨紗なんていうのを興味持つきっかけにしてくれたら楽しみが広がるんじゃないかななんて思ってます ビビさあ続いてそうそうそう柳川七海ちゃんね3月11日が卒業1周年だったということでこれもおとといかな動画上げました勝手なね動画上げましたでそれにコメントえっ、ー、とテチ7655さんから頂い,いておりますえっ、ー、と後藤ですあ後藤さんですねすいません <laughs> 後藤後藤です次なり言っちゃって。 これままたた興味深いい動画来ちゃいましたね。国はさんかからのの話聞くの初めてかな少ない機会の中ではありますが、えっと、僕が知り得ないワールドシリーズの話を含め面白かったですよ。やなみんの未来に関しても匂わせるような内容でしたね。実際どうなんでしょうか。全てが終わったわけじゃないほんの少しだけども未来に再会できる機会があるかなって淡い期待を抱かせてくれる楽ししい内容でしたあ。楽しい時間でした。 ありがとうございます感謝しますえっとねこれ柳川七海社員どういうことを僕1年で考えたかっていうとこれね僕の言ってることって本当に憶測少々データベースなとこあるけどほぼほぼ憶測だと思ってくださいねえっと柳民ができるならばですよできるならば20代みたいなところで活動っていうビジョンが元々あっ で勉強したいことがキンキンであって順番がそっちだったっていうことで20代の柳川七海っていうイメージと例えば勉強してたりする過程の中で途中でハッとひらめきがあってそこでつながるようなことがあったら初めてもう一回やり直してもいいんじゃないのっていうそういう、うん、なんか思いがこの日浮かんじゃったんですよね。うん それだけですよ。そんなもんです。ではあの楽しんでいただいて感謝します。ありがとうございます。じゃあ続いて、えー、っとこれはね、そうライブハウスでコブシファクトリー飲み会提案。あ、この話しましょう。えー、っと今週えー、っとね3月の9日ですね。サコのバースデーイベントがあった時に、えー、ま中止になった時に大塚ディーパさんで。 まあ、イアといったら変ですけど昨今のバースデーイベントを、まあ、行けなかった人はがっかりどころかもうビンビン来る感じの内容を用意しようと思って、あのー、やらせてもらったんですねで実際実現しまして10でも15名ぐらいかな集まっていただいて本当感謝してますありがとうございますでお店の方もいい雰囲気作っていただいてまあライブハウスねいろいろ言われてしまっているけども なんかひ,ひたむき頑張りっていうのになんつうの出さず日常通りっていうのを重要だな大事だなって思った日だったですねでその中でなんかさこのまあずっと拳ファクトリーのが多かったほどほぼほぼそうだったんですけど曲様々集めてちょっとみんなでお酒飲みながら話せた踊れたなんてのは楽しかったですね騒いだりとかねジャンプ5分とかね。<laughs> うん、そんな感じでちょっと余談になっちゃいましたけどねまあこのライブハウス系のやつは今、うん、次も企画してるんでもう3月15日やるの決めてるんでそれはまた別の動画で撮ったりしてお届けします予定しといてじゃあレースもうそっち下げっちゃってレース行きましょうでこの拳ファクトリー飲み会提案の動画に関してえー、っと後藤さんだまたねありがとうねで国夫さんの 気合でいいのかな拳ファクトリーに対しての思い参加したいって普通に思いました。月にはみんな言い訳で申し訳ないけど仕事の関係でいけなくて残念です。音楽は共有してこそ楽しいという一言にも大変共感しました。毎晩国夫さんの話を聞けるのは楽しいです。こちらの意見もまたぶつけてみたいですね。そういった機会にまた参加するのを楽しみにしていますよ。嬉しいですね。これねえー、っと これでで大丈夫なんですよみんな参加したいって思ってくれたりそのよくかりんとかがブログであのパワーを送ってくれてっていうふうに言ってますけどもうそれで僕もこの YouTube みたいなものが今の時代に合ってるな自分と付き合いに合ってるなと思って、えーこ,まあ、こっちでちゃんと情報交換してどっかで会う機会っていうのをより充実感の高いものにしようなんて考えてますんで。 こういうふうに付き合ってくれるととても嬉しいですね。引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いて、ビアンコ・ネロさん。で、まあ同じか、同じ気持ちか。ね、国オさんの危害を感じました。ひなフェスの中止を含め、このクライムムードの中で素晴らしい企画です。ぜひ参加させていただきたいところですが、今は関東外での勤務のため、当日は厳しいです。また他に機会がありましたら、アナウンスしていただければ幸いです。頑張ってください。 あとす3月15日の昼間からあるんですけどそれもあの気にしていただけるそういう感じになっていただけるのが僕としてはなんかとても同じタイミングに時間を感じていることにやりがいプラスで感じていきますんで感謝しますありがとうございますじゃ続きましょうえー、と島袋光明さんこれ来ていただいたんで9時過ぎぐらいになりますが参加希望がしますよろしくお願いいたします もうちょっと後半ベロベロでしたね我々 <laughs> 最終的にうちまで来た4人ぐらいの1人だったはずですねあのお疲れ様でございましたまた飲みましょうはいじゃあ続いての動画の回答いきますこれねあのそう大塚ディーパー歩いて2分の会場なんですけどこれ迷う人ってのいてでえー、マジかよって俺思ったんですけど でも確かに言われてみれば初めて行く土地の駅の前のビルの何階って言われて迷うんですよ。だからこれもう取っ手でで改札出てからどうやって歩いたら行けるよって撮ろうと思って撮った大 JR 大塚駅から大塚ディーパンまでの動画にコメントくれた方のレス返しね。アトラスねこれも超地方でよかったらっしちゃいますからありがとうございます。 大塚ディーパーパ懐かしいです実は11年前に一度お邪魔してるんですよねわら機会あれば行きたいですがなかなか難しいですと、うん、そう大塚ディーパーの話もう一回続けるとあの吉祥寺シータクラブシータっていうよくハローもライブやってるライブハウスの系列店で大塚ディーパーが東京進出1号店なんですよベースオントップという関西のスタジオなどやってる会社で 関西でもライブハウス経営されてる会社なんですけど、うん、本当にすんごい付き合い古くてで、えー、とそこの東京進出の時に僕オールナイトのイベントをいろいろ作ってくれないかというようなあの相談を受けましてまあ図に乗ってやりましてでそこからずっとの付き合いなんですけどでそこのライブハウスがもうな3月う7割キャンセルだってよ。 従業員生活あるしさでミュージシャンたちも中止した人たちも苦渋の選択だったと思いますねまあだけど全部の判断を尊重するけど尊重しながら今やれることって何なのってことなんですよねあのやれることがある立場の人間はそこもアクションしかないだろうっていうそういう考え方ですちょっとなんか。 ご納得いただければ。と、うん、いう感じですね。で、新さん、これありがとうございます。この動画、うん、まあ、この動画別に見なくてもいいかもしれないけど、うん、なんかいろいろ YouTube チャンネル試していこうかなっていうタイミングなんで、えっ、ー、と、なんか新しい挑戦とかに気づくことあったら引き続きご意見ください。そんなもんだったかな。うん、これうん、今回、そうだよね。 いいかな、うん、6分あげたか言ったか、うん、はいじゃあちょっとまとまとめるって変ですけどえっと引き続きこのねえっと国をちゃんあと J−POP のこの岡村良幸さんのやつにもコメントくれた人たちこれはまた j ポ p o p カテゴリーみたいな作っててそっちの回答で、えー、ごお返ししたいと思ってますよでまあ うんこういう機会を作ることによってちょっとまあラジオ的といったらあれですけどこういうの走らせてみて面白いかなとかあったら続けていきたいと思ってます。だから全然もういいらなでそしてまあコメント欄とかでもいいですし、まあ、こんなことやったら面白いんじゃないのみたいな僕もこの YouTube チャンネル作って1ヶ月と1週間が経とうとしてんのかな。 いやその中で動画も50本近くになりつつあるんでとりあえず動画100本みたいなのを思ってやってるんですけどあとチャンネル登録者数がちょっと伸びないかもねあの伸びてないか1,000に行かないとなんかある種の基準に行かないってことなんですよなのでちょっと内容の調整見直しそれとやり方のおまあ国はしょうがないから今まで見ててやったけど ここお前まずいぞみたいなのあったらまあそういうの聞いてあの改善していくっていうんですかやるタイミングに入ってくるのかななんて思ってますなのでちょっと内容のリクエストだったり気になるところだったりっていうのありましたらあのなんだっけ低評価あのなんか伝わってくるんですけど低評価もあるかもしれないけどちょっとめんどくせえな国を言うからしょうがねえなと思って一言コメントでもその意味を内容を。 届けてくれたら助かります。じゃあまあ今日はそんな感じでございます。えっ、ー、とフライデーナイト世の中は入っています。えー、ま町、あ、はね。さっきもちょっと新宿会を歩いてきましたけど、相変わらずちょっとね。いつもの週末という雰囲気ではないですけども、まあとはいえ。俺たち生きてるじゃん。つうことで、あのある程度日常を保ちながら楽しめる。週末にしていけたらと思います。んで、皆さんもそんな気持ちで。 生きていっちゃいましょう。そんな感じでじゃあひとまず「国尾チャンネルフライデーナイト」でした。またねー。